はい、こんにちは、ゆうです。今日も言霊をやっていきたいと思います。はい、で昨日の夜から始まったのかな、新降臨クエストウルトラマンコラボのベリアル上級を今日はソロでノーコンで攻略していきたいなと思います。はい、でこちらのステージなんですけど2ステージあって、最初のステージがベリアルの進化前とバルタン星人とエレキングの3体構成で、ギミックはチェンジとトゲですね、書いてある通り。であとはウルトラマンワードで、超攻撃を防ぐっていうやつがあるんですけど、そのウルトラマンワードっていうのは2ステージ目ですねのベリアルが進化した状態のボスの時に出てくるやつで、結構強い攻撃食らっちゃいます。なので、ウルトラマンワードをあらかじめ把握しておくっていうことが、まあ、周回する上でも結構重要かなっていうところで、この編成だとホオホとオですね、ホオでなんかできるウルトラマンワードが、そうなのでホオ、あとはショウ、死と世とウでショウで、この2つで、あとはリー入れてるのはベリアルが一応できる可能性がある配置してくることもあるのでリを、用意しているっていうのと、あとはんですね、マガを変えた時にマンでも一応できるので、この4つぐらいかな僕のこの編成だと。あとはトゲブロックも、まあ、そこそこ痛いんだけどそんなに痛くはないから、まあ、マストではないけど、まあ、ある程度いた方がいいかなってところでちょいちょいトゲガードも編成していて、であとはチェンジはもう、まあ、一応いるんだけどほぼスルーです。チェンジはもう、まあ、仕方ないみたいな感じでやっていこうかなと思っています。はい、ということでこの編成で早速やっていこうと思います。レッツゴー。はい、ということでクエスト開始、やっていくぞ。最初のステージがベリアル進化前のバルタン星人、ベリアル、そしてエレキングっていう構成ですね。でこの子たちは僕蘇生されたことないんだけど、これ2体バルタン星人とエレキングを倒しちゃうと蘇生されるのかな。なので、まあ、基本的に僕はいつもこのエレキング倒してから、ベリアル倒してバルタン星人っていう順番でやってます。なので最初はエレキングからいきましょう。トゲブロックうざいんでね。でここはまあオウムかな、一応トゲブロックしつつオウムを作っていきましょう。あとはまあ無所かな、無所か無用なんだけどどうしようかな。無用無所、無所でいくか、無所でいきます。なんで無所で、あとはもう一個はもうこれ多分何もできないと思うので、まあ、ヤスとか置いとくか。でこのねヤシャイルが結構使える、あのいかにも親分っていうのを作ってほしいみたいな配置をされる場所があって、 そこで親分作れるから割と使いやすい。であと弱点属性にもなってるからヤシャイルが、ベリアルに対してから、そういう意味でもヤシャイルは結構このステージはこの降臨クエストは使いやすいんじゃないかなと思います。チェンジマスガード置かれたので、まあ、ここにもう置こうかな、降臨にしよっかな。なんでリクタから降臨にして、降臨、うん、ウリン、うん、でリン、まあ、回復してもいいけどな、どうしよう。リンチ、地戦とかでも、まあ、ここは攻めるか、ここは回復しないで、回復はまあまあまあ食らってからでも遅くないっていう、そんなにねダメージは食らわないんですよねこのステージ。なんだっけ、バルタン星人じゃないじゃない、ゼットンと似てて、そんなにハードルが高い感じはしないですね。なので、まあ、割と周回はしやすいけど2ステージあるから時間かかるっていうのと、ウルトラマンワードっていうのが一つのポイントかな、この降臨クエストは。さあどう来るか、サイ、なるほど。でここはまあベリアルにターゲット絞って、サイ北ってあるよね、最も来た多分ある。で北緯はあるでしょ、北緯で、あとはまあ艶でも作っとくかあこの子単体技発生しなくてもかなり強いから、いつやった、ナイス、いいぞ。これ半分ぐらい削れるんじゃないかな。で回復しておけば、そうある程度すぐ戻せるんで、そんなにダメージにする必要はない。まあ回復一応2体編成してるんですけど、我がイカズチ強いね。でシャインクオーボー、 OK、 種族機だ、ほぼほぼ倒せそう。で2ステージ目の最初にウルトラマンワードを作れっていう、爆弾が発生するから3ターン以内に、ここを倒しきるときにはそれが作りやすいような状態にしておくと楽かな。ここはおおうとかを作って、あおうりが来たか、おうし、おうしか、おうしもありだな。おうとで回復は必要ないからりは取っとくか、しでしす、あとはもうすよん、すりん、りん、あり使っちゃおう、りんだよあおうなかった、おうししかなかったぞ。これはでもベリアでギリ倒せるんじゃないかな、これで火力アップするから頼む。OK、ナイス。でここは水属性だから弱点になんないからそんなダメージ入んないけど、 HP はそんなに高くないからそんなに強くないと。あこれ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 が親分のやつ、これ何なんだろう、親分しか分かんないんだけど何かありますかね。
でここはおそらく倒せるので、そうなってくるとしとよとうかほとおを残しておきたいか、よは取っておきたいね。なんで余分作れるんだけど、ちょっと様子を見ようかな。ここはなんか適当にここにうんとか置いておいて、あ起きたか、じゃあ余分使っちゃおう。でほうができるようにしておいて、これどうしようかな。ヒントにも出てるけど、チェンジマスって変わっちゃうけど、これが何かできることもでき、何かしらできる、トンができるね。うん、置いたから。で、あとは分位、OKOKOK。これで倒せたと思う。これは倒せたかな。で、ちょうど、ホとオが来てるから、これでもう鳳凰ができるから、次のステージのウルトラマンワードは即クリアできると。いいね、いい流れ。回復も2体いるしね。最初の一気に結構強く攻撃してくるから、そこで回復することもできると。いい流れだと。さあ、かかってこい。ボスが来るぞで、無音なのが怖いよね。無音ではないか。これさ、何なんだろうね。スペシウムができそうでできないっていう。これは、まあ、オウムとかも作れるんだけど、まあ、とりあえずもうクリアしちゃおっかな。ほう、これ、ほうがね、何にも、ほうくがあるとほうくができるんだけど、ここの場合できなかったね。で、あとはどうしようか。リスウ。で、これ、ウームってあるかな、会社名。リス、リスウ。うー、あ、うー、うーもなかった。でも、法でこれで条件達成と、オッケーオッケー。この法がね、すごい便利。猫の2体とも強いし、そこそこ。だから、技発動しなくても弱点になるから、結構ダメージが入るっていう。まあ、今、火力アップしたからだけど。それでも強い。で、これがね、最大の攻撃。あとは、そんなに強くないですね。なので、まあ、回復しておけば、もうすぐ、次につなげられると。まあ、ここはトゲ位置をガードしといて、まあ、1つガードできればそんなに痛くないかな。あとは回復しちゃえばいいし。で、これは役所でいいかな。役所で。OK。これで、まあ、一挙食らっちゃうけど、そんなに痛くないんですよね。なんで、まあ、ここで超ガチ回復が発動するから、多分ほぼ全回復になるはず。お、いいね。急カンボー。そんなに食らわなかったですね、トゲ。ただ、まあ、まあ、優しいステージって優しいステージ。だから、周回で、やっぱり、早くこなすには、このウルトラマンワードをいかに作れるかみたいなところがあるかな。で、またウルトラマンの言葉作れっていう爆弾が発動したので、まあ、ショウかホウ、どっちかだね。まあ、またオイルし、ここ、シエとか作れるから、ホウにしようかな。から、今回は、あ、まあ、イエイにして、あ、シオ来たか。どうしようかな。ここは、エイシャとかにしようか。ここ、本当は、ティガとか作れるところなんですよ。ただ、僕、ティガ持ってないんで、手持ってないんだよね。なんで、ティガは諦めてる。で、これで、イエイ、エイシャ、シャガ、シャガ、シャガンとかありそうだけど、運がないから、シャガク、まあ、なんか作ってみるか。ワンチャンありそう。イエイ、エイシャ、シャガ、シャガってあるんだ。でも、シャガクはなかった。まあ、でもいいでしょう。回復できなかったけど、まあ、ちょっとダメージがギリギリになっちゃうかな。だから、そろそろちゃんと回復しなきゃいけない。ちょっと回復サボりすぎてるから、次ぐらいから回復したいところ。で、次は砲も作んなきゃいけないね。まあ、あと2点あるけど。トゲもちょうど来たから、まあ、ここで新砲、砲を。あとは空がいればいいんだけど、あ、とか、回復したいけどな。トゲブロックガードできないので、結構食らうか結構食らうかもな。まあ、でもここは塔出しておいて、いいで、鳥居で、まあ、もうがっつり食らうけど、がっつり食らうけど、回復できるから、まあ大丈夫でしょう。ほんとこのぐらいの甘い気持ちでやってます、トゲガードは。そこまで重視する必要ないかなって感じする。弱点攻撃。ナイスダメージ。これでもうあとは、おお、あともうちょっと、あともうちょっとなので、まあ意外と時間かかるけども、そんなに強くはないから、周回はそんなに難しくないかな。まあここはトゲ位置をガードしていきますか。致命。お、で、矢来たか。なんかでも矢使って何も想像できないけど、とりあえず矢をとかにしておいて、でも何もないようだったら、夜打ちとか作っておいて、これで火力アップもできるから、もう次ターンぐらいには倒せるぐらいになりそうだけど。お、打ち目だったね、ナイス。絶対に逃がさないぞ。絶対に逃がさないぞ。それに触るぞ。おお、いいダメージ。そして、社員1万1000で種族キラーと。このね、単体でダメージなかなか入るのが面白い。さあ、次ターンこれ倒したいところだな。もうここは攻めよう。ここはもう新郎で、チェンジマスもうまくかいくぐれる。で、あとは何がいいかな。チってヒントで出てるけど、嫌で、ヤシャエルで牢屋作っちゃえば倒せるんじゃないかな。で、あとは、ヤウン、ヤリン、ヤグン。何がありそう？作ったことないな、全部。
いや軍とかやってみようかな。なんかあったら新しいの対応できるし、で軍は絶対あるから単発で攻撃してくるかもしれないし、軍オッケー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 、これ多分倒せるでしょう。さあ行ってこい、ダッテル姫で倒せるかもしれない。あまだか。お、これヤシャエル、あヤシャエル行くまでもなく倒していく、ナイス、いいね。だからこの編成割と僕は楽かなと思うけど、そんなに考えなくていいし、ほうとしょう、この2つを覚えておけば割と簡単にいけると思います。さあ何個ドロップするか。お、ドロップ報酬があり、いいね、3つドロップ、ナイスすぎ。はい、ということで今日はベリアル上級を攻略してみました。でゼットンと同じくそんなに他の上級と比べたらハードル高い感じはしないですね。なので満腹が作りやすいようなレベル難易度になってるんじゃないかなと思います。ただゼットンと違って2ステージあるからゼットンよりは時間かかる可能性があると思うんですが、さっきも3つドロップしたんですけど、なんかね3つドロップする可能性結構高い気がする。そうなので割と3つドロップすること多いので、もしかしたらそういう仕様になってるのかもしれない、わからないですけど、完全に憶測だけど。はい、ということで僕光属性全員持ってるわけじゃないんですけど、この編成でも結構楽に周回できるので、よかったら参考にしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。